はい、皆さんこんばんは。こんばんは。第66回ビリヤード超人列伝のお時間がやってまいりました。はい、はい、本日の内容は1つ目にビリヤードニュース、はい、2つ目に西日本グランプリの第4戦、ベスト4の試合ですね。はい、いよいよ準決勝ですね。はい、はい、栗林徹プロ VS 田中正明プロ、そして3つ目に、今日は栗林超人のリクエストコーナーですね。はい、そうですね。はい、はい、こちらは、はい、チャットの方でまた、もしなんかリクエストがあれば、チャットの方に書き込んでいただきまして、はい、でそれを僕が実演するという感じですかね。はい、またどしどしね、はい、いろんなリクエストをいただけるとありがたいです。はい、それではビリヤードニュースご覧ください。はい、はい、それでは千葉のプレ国体ですね。はい、そうですね。はい、A 級の優勝が、はい、島根県の和田選手。はい、はい、そして準優勝に、現名人の、持永隼人選手ですね。はい、こちらも島根の選手です。素晴らしいですね、島根県。はい、ね、決勝戦が全国大会で決勝戦を同じ、ね、はい、県で優勝準優勝を飾るの、うん、ワンツーフィニッシュはなかなかないですね。聞いたことがないですよね。うん、素晴らしいですね。僕の師匠の、道川選手、はい、道川宏選手が、はいはい、初めて全国大会優勝した時に、うん、まあ、その参加している県が少なかったっていうこともあるんですけど、はい、福井県同士の決勝戦をついたっていうことは聞いたことあるんですけど、それ以外ないですね。そうですね、ないですね。あったらちょっと待ってごめんなさいですけど、はい、なかなかないんで、これは素晴らしいことですよね。そうですね、はい、はい、多分ね、2人とも仲良しなんですね。そうですね、はい、僕はあまり、あまりお話ししたことが、持永選手とは 1,2 回あるんですが、はい、和田選手の方は全然話も会話もしたことがないので、うん、でも噂は聞いてますので、うん、ああさすがだなと、うん、去年も確か準優勝かなんかされてますよね。そうですね、準優勝でしたね、去年は、はい、はい、素晴らしいです。はい、はい、そして3位タイに、岐阜県の河合選手ですね。はい、同じく3位タイに、北海道の寺田選手。はい、寺田、はい、はい、僕よく知ってます。はい、はい、で、ですね、富山県の TRC、はい、の高田純次、はい、高田純次選手が5位タイ、はい、はい、入賞です。はい、で、まあ、名人戦のね、A 級戦のファイナルをついて、はい、国体のね、はい、全国大会の5位タイ、はい、ではベレージが高いですね。全国クラスですね。そうですね、まあ、こちらの方にはちょっと載ってないんですけど、はい、B 級ですね、 B 級の優勝の方が、東京都の藤田選手。はい、ありがとうございます。そして、準優勝に神奈川県の浦松選手。はい、3位タイに岩手県の溝上選手に、高知県の細川選手。はい、はい、で女子級の優勝が、高知の藤田選手。はい、はい、そして準優勝に奈良県の西浦選手。はい、3位タイに、兵庫県の栃下選手と、はいはいはい、京都府の野崎選手。はい、はい、以上の方が、はい、はい、皆さんまた、ね、これをバネに頑張ってほしいですね。はい、はい、で富山県の、田中由紀子選手が5位タイ入賞。はい、ああ、はい、リボルバーの ねエフレンにも勝つぐらいの力を持ってますからね。はい、はい、はい、以上プレ国体です。はい、はい、こちらは全日本女子プロツアー第5戦、はい、インリボルバーですね。インリボルバーです、はい、はい、優勝が、梶谷明美プロ、はい、2勝目、はい、去年はね、1勝もできなくて、なんかいろいろ苦しんだようなんですが、はい、今年はやっぱさすがですね、また女王が戻ってきました、はい、みたいな感じですね。私ベスト16で梶谷プロと対戦させていただいたんですけど、すごかったですね。オーラが
ね、はい、ありますからね、はい、まあ、あと地元のプレッシャーっていう、その自分のお店のプレッシャーで試合をできるっていう恵まれた環境ですけれども、まあ、僕はその苦しみをよく知ってるんで、はい、そういう時にこういう器の選手が当たるともうパニックになりますからね、うん、はい、ね、いい経験だったじゃないですか、はい、はい、そうですね、まあ、優勝は梶谷プロ、はい、はいはい、そして準優勝に、川原千尋プロですね、はいはい、まあ、もうこの辺はもう必ず聞きますね、ベスト4では。そうですね、はい、はい、ベスト4以内には必ず入ってる、はい、イメージがありますよね、はい、あの多分川原プロのブログにも書いてたと思うんですけど、まあ、梶谷プロにすごい憧れてて、うん、決勝戦をつくのがすごく夢だった、うん、梶谷プロに来て優勝するのが一つの目標、うん、ね、ちょっと最後ゲームボール前の8番をなんか残り2球で回ってきて、はい、3球ですね、で8番から9番を入れて出せば終わりっていうところで、はい、飛ばしちゃったっていうことは聞きましたね、はい、かなりプレッシャーがかかってて、まあ、そういう意識を持ってるから、はい、そういうミスが出てしまうっていうね、うん、そうですね、まあ、かなり厳しい世界ですよね、はい、はい、そして3位タイに、はい、福家美幸プロ、はい、もう、はい、これはどうですね、まあ、梶谷プロの後を引き継いだと、そうですね、言われている K プロ、はい、常にベスト4には入ってますね。そうですね、名前を呼ばないことがないですね、はい、そうですね、もう素晴らしいですね、はい、はい、そして、同じく最大に三岡純子プロ、はい、はい、最近好成績ですよね。そうですね、うん、今年はファイナルついてるのもありますもんね、はい、はい、はい、以上4名です、はい、はい、はい、グランプリウエスト第5戦、はい、京都ですね、はい、そうです、はい、優勝は、プロ入り初優勝の、はい、今智也選手、はい、おめでとうございます、今智也プロですね、はい、まあね、僕で、第2戦ぐらいの時に、はい、ベスト16で8連チャンして、智也選手、今飯間選手がベスト16で8連チャン、8連チャンで、まあ、32ですかね、9歳の時に取り切り8連チャンかなんかして、はい、で次の試合6連チャンかなんかそのアンダーして、はい、で僕ベスト8で当たって、はい、なんかそこでこう全部こう多分調子が良かったんでしょうね、こう、まあ、そういうマス割りを連発できる、うーん、すごく 若さがある、玉突きをするんで、ビリヤードをすごいですね、まあ、優勝しても本当に全然な、うん、おかしくないレベルだったんで、うん、まあ、今回は頑張りましたね、はい、はい、でも若いですけどね、すごく堂々としてて、そうですね、うん、本当に堂々としてるんですけれども、こだわってることがものすごく細かいっていう感じの印象を受けますよね、はい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、そして、準優勝に上橋プロ、はい、はい、これあれですね、うん、今思い出しましたけど、はい、去年の第1戦のファイナル1勝ですね、今上橋、あ、その時は確か上橋プロの優勝ですね、そうですね、その時は勝ってね、そうですね、はい、はい、あ、そうですね、いや、上橋さんも最近ね、ちょっとこの間、はい、去年ね、出だしババってスタートを切って、はい、でしばらくちょっとね、はい、悩まれてやっと、うん、うん、そうですね、元の力が戻ってきたっていう感じがしますよね、うん、はい、海外にも最近よく行ってるみたいですね、うん、経験値はだいぶ、そうですね、海外の経験はすごく大きいんでしょうね、うん、そうですね、まあ、これは僕も実際そう思いますね、海外に行ってる選手っていうのは、そのやっぱり経験する内容がちょっと変わってきますから、うん、それはやっぱね、海外に行けば行くほど強くなると思いますしね、はい、はい、はい、そして3位タイに赤狩山幸男プロ、はい、はい、は僕がベスト8で赤狩山プロに、まあ、僕がミスしたんですけれども、はい、もう素晴らしい球突きをされましたね、うーん、もうびっくりする内容でしたけどね、本当にうまかったですね、さすがです、うーん、でもやっぱり試合っていうのはわからないですよね、そうですね、そんだけいいビリヤードしててもなかなか
優勝できないっていうのが厳しいですよね、たった一人しか優勝ができませんからね、そうですね、マーベリーがものすごく高いですね、はい、そして、同じく最大に稲田プロですね、稲田優希プロ、はいはい、僕はよく、よく知ってるというか何回か顔を合わせて喋ったことあるんですけど、はい、まあ、アマチュアの頃から似たような年齢なんで、まあ、京都の新人ですね、はい、すごい頑張ってましたね、見てたけど、ね、はい、この飯間プロと稲田プロがちょうど私も同期のプロでね、はい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 、みんな頑張ってます、まあ、でも稲田くんも頑張ってるんで、はいはい、まあ、これからの若手は期待できますよね、はい、はい、そして、続きまして、はい、ワールドカップオブプールですね、はい、日本代表の、はいはい、川端プロと土方プロです、ね、はい、そうですね、はい、今フィリピンで頑張ってますよね、はい、クロアチアの選手との、はいはい、対戦でしたけど見事、はいはい、2回戦進出ということで、相当危なかったらしいですけどねでも最後はもう楽しんでるような感じ、オンザヒールさんでね、はい、動画がアップされてるんですけども、うん、最終ラック、うん、そのクロアチアチームがセーフティーミスをして取り切って勝つっていうゲームなんですけど、なんか 3対6でリードされてて、うん、リードされてて、はい、でそこから8-6で勝ったっ、まあ、最後はゲームボール土方隼人プロがつくんですけども、はいはい、入れてスクラッチ仕掛けて勝ってました、ね、でみんなで騒いでましたからね、はい、なんか楽しそうでいいなと思いますよね、どんどん楽しんで、で勝つことにこだわって頑張ってほしいですよね、そうですね、はいはい、次の対戦国となりますかね、はい、オランダチーム、はい、ニールス・フェイエン選手とニック・バンデンバーグ、はいはいのはい、お二人との対戦となります、まあっちは強敵ですよね、はい、まあまあ日本も負けないと思いますけど、はい、まあニールス・フェイエンとニック・バンデンバーグは有名なんで、はい、そうですね、世界クラスの二人なんで、はい、ぜひ勝ってほしいですね、そうですね、はいはい、まあ、みんなで日本からいっぱい応援しましょう、はい、はい、以上ビリヤードニュースでした、続きまして、西日本グランプリの第4戦、ベスト4の試合から、田中正明プロ VS、栗林徹プロの一戦をご覧ください、はい、VTR スタート、さあ、西日本グランプリ第4戦、リボルバー、田中プロ VS 栗林の試合をお送りします、これは5対3からの試合の模様ですね、はい、お邪魔します、はい、今から、ワインマネと、栗林で実況していきたいと思います、よろしくお願いします、お願いします、いやなんか不自然に長いビリヤードニュースでしたね、そうですねちょっとねいろいろありまして、はい、引っ張ったすごく中身の濃いビリヤードニュースでいろんな情報聞けて皆さん良かったんじゃないですかね、はいはい、結構でも最近ね頑張ってますよね、いろんな若手のプロがね、うん、いいことですね、そうですね、はい、結構僕昔から知ってる選手がよく頑張ってますよね、うん、で、この対戦はベテランですよね、田中正明プロ、はい、もうね、日本和製エフレンって僕は勝手になんていうの、あでもそんな感じですかね、うん、はい、めちゃくちゃうまいですよね、さあこれはノーインからですか、はい、ノーインから僕ですね、はい、あこれってどうこっちから当てに行ったんですね、反対だったんです、今のですか、はい、今のは直接当てに行ってます、直接当てに行って、はい、はいはい、
直接当てに行ったらね、ボールの、ね、手前、うんうん、カメラで言ったら下ですね、はい、下側に当たるんで、はい、あの2番はタンクッションの方に流れて、手玉がちょうどこう、はいはいはい、チョークッションのサイドの方にこう向かってくるような感じで、はいはいはい、っていうポジションと力加減だったんですけど、当てる方向もこっち側に当てたいっていうちょっとそれがあって、はいはいはい、ちょっとこうちびっちゃいましたよね。これあるんですか？はありますよ。あ、はい、気持ちなく見えるような球なんですけど、いやですね、今の球薄い目しか見えてないような感じで、はい、手玉殺さなきゃいけないっていうの、ちょっとなく見ないように見薄いっていう感じで見えたんで、はいはい、気持ちこう持ってかすし気味な同点をチョイスしたんですけど、はいはい、逆にそれが不正解でしたね。持ってかしすぎちゃいましたね。本当ね、この田中将暉プロはね、老怪なというか、僕結構好きなんですよ。はい、なんか頑張ってそういうね、コントロールをすればできるんだっていう、ね、必要最低限な力でいろんな技術を出してきますよね。うん、そうですね。もうなんか羅射のね、縫い目というか折り目と会話してるようなこの、うん、本当になんか素晴らしいですよね。僕いつも見てて思うんですけど、加減がうまいですよね。テーブルに合わせる加減がものすごくうまいですね。なるほど。クロート受けするプレイヤーですね。うん、さあ栗林プロ、これはチャンスなんでしょうか。通ってそうですね。はい、ちょっと狭いですけど通っているように見えますね。はい、ねじ込みました。結構緊張してましたよね、この時。いや、もう半端じゃないですね、やっぱ相変わらずのプレッシャーがかかってきますね、やっぱりホームの時は。僕、基本、アウェーの方がね、やりやすいんですよ、ね、自分が出しやすいんですよね。なるほど。まあ、やっぱね、こう、緊張して、まあ、見てても硬いなーってのわかるんですけど、やっぱりしっかり組んで、さすがですね。60コンビですね。はい、これもこういう近いコンビって嫌なんですよね。なんかスローがかかりそうなイメージが出てくるんですね。ああ、はいはいはい、これ思い出しましたね。しっかり手玉を7番の後ろびっちょりっていう感じでタクションに落としに行ってるんですけど、そのイメージが悪すぎて、そのね、アンド気味にいってるんですよね。なるほど。ここはもう完璧に緊張しちゃってる状態ですね、常に。今日の映像は球の番号がない。あ、そうです。そうなんです。はい、ちょっとね、球の番号を入れるとシステム上というんですかね、ちょっとトラブルありまして、なんか入れるように頑張っていますんで、はいはいはい、もう少々お待ちください。はい、今日はリクエストコーナーがありますんで、うん、
まあ、今のうちにこう、なんかこう、ね、こういうことしてほしいなということがあったらチャットの方に書き込んでいただけると嬉しいですね。今のなんすか、すごくないですか、今のコースすごくなかったですか。そう、まあ逆、何気に逆をたくさんついてますね。そのコースで出したい気持ちは分かりますけれどもね。何なんでしょうかね、基本なんかゆっくりついてるんですよね、ボールはちゃんとしっかり切れてますしね。ヌーンってやつですか。ヌーンってやつですね。完全に、はいはい。まあこれなんかいつかちょっと紹介したいですね。ダメですかね。はい、今チャットの方で、はい、 TS さんからの5から6をサイドには考えなかったんですかっていう質問が、あ、6番をサイドにってことですね。はい、表示がですね、はい、この台すごく実は転ばないんですよね。そうですね、全然転がらなくて、うん、クッションのでもなんかよく立つのか立たないのか、ちょっとスピードを間違えると全然コースが変わってきちゃうんで、うん、おそらく富山とかだったら一番重たい台じゃないですかね。そうですね、はい、ここはもうみんな重たいって言いますね。みんな重たいって言ってましたね、はい。転がらないテーブルだったんで、うん、確実性のある方を取ったんですけれども、はい、まあ、そういう理由で、なるほど、一応見てはいるんですけど、そういう理由でコンビを取りに行きましたね、はい。うちビリヤードの設置とかもやってるんで、業者なんでマニアックな説明しますとですね、この台はクッションがあまり出ないっていうのと、ラシャを緩く張ってあるんですね、はい、これ個人的な僕の込みなんですけど。いやでもこれここのね、そのこの1番台の、まあ、この今映ってる映像のとこが1番台で、はい、まあ、今その横で試合一緒にしてるんですけど、そこが2番台なんですけども、はい、2番台は逆なんですよね、クッションが出て転がる、はい、メトロなんで、まあ、ハイスピードクッションで転がるんですね、はい。でもこっちは重たいんですよね、はい、でも引けないですよね、だからはい、はい、そうですね、だから何ですかね、そのクッションとかラシャを緩く張ってるっていうよりも、多分リボルバーのコンディションが多分そうなってしまいがちなんでしょうね。そうですね、なんていうんですかね、そのリボルバーのコンディションが結構ね、厨房も後ろでキッチンが動いてるんで、そうですね、イタリアレストランですね、はい、こう湿気が一気に入ってきてしまったりして、ね、転びが悪くなったりするんですよね、うん、その影響もあって、なんか他のお店で緩く張ってるお店よりも重たいらしいですね。なるほど、はいはい。これ結構まだそんなに古くないんですけどね、そうですね、うん、だけど結構引けないんですよね。なのでこの台の田中正明プロはもうそのなんていうんですかね、ひねりが噛むコンディションとかそういうのを、摩擦が強いっていうのをかなり意識した玉突きには見えましたね。だからやっぱ基本やっぱ田中プロは、ね、しっかりひねってラインを作ったりとか加減を合わせたりとかっていうテクニックがたくさんあるんで、こういう台でも今度は、ね、加減じゃなくひねり加減、はいはいはい、縦の回転じゃなくてひねりの加減がものすごく敏感にうまいんで、繊細ですから。なんとも思ってないですよね、うん。これで5対5になっちゃいますね。はい、はい、今の取り切りは素晴らしいですね、うん、うまいです。さ先ほどノーインだった、イーブンですね、うん、
対5。あ、ちょっとブレイクが悪いですね。ブレイクがちょっとタイミングが合わなかったみたいな感じですね。薄く入ってスクラッチ、これはチャンスですね。大きかったですね、うん、これ僕らアマチュアで考えるとこういう5対5でこのチャンスって、そうですね、チャンスと思えるのはこの手玉拾ったところぐらいで、さあ置こうかと思ったらだんだん追い込まれていくんですけど、うん、はいはい、どうなんですかプロはそういうの。追い込まれるときは目先のボールを追っかけているときですね。あのちゃんとこう僕最近いつもそうなんですけど、はい、あの10番から見るんですよね。19、8、7、6、5、4って追っかけていくんですよね、はい、そしたらこう決まるんですよね。こうあ、こうしたらいいんだっていうのが見つかりやすくなって、はいはいはい、ちょっとこう結構イメージが良くなったりして焦らなくなるんですよね。で、もう完全に精神状態が悪いときは、はい、こう目先のボールばっかり追っちゃうんで、はいはいはい、順番にこう一生懸命こう考えてしまいがちになるんですけど。なるほど。5、6、7、6番の振りがちょっとしっかりしないと。そうですね、まあここでもう振りを作れてるんで、うんうん、6は大丈夫です。大丈夫、ね、はい、7から8はねやっぱり結構、まあ僕らアマチュアからすると嫌な球ですよね。いや、これ嫌です。あ、このやっぱこの形はすごく嫌なんで、はいはいはい、この6から7のところをしっかり見てますよね僕。うん、ここで見に行かなかったら多分失敗してると思いますね、はいはい。そうですね、この7と8のつなぎって、まあ、偶然つながることももちろんあるんですけどね、狙ってつなげるとなるとやはりこういうこっちの振りを取りに行ってるんですよね、はい、ちょっと熱くなっちゃったんですかイメージ。いや、もうこんなもんですか、うん、ここで、はい、まあ、自由が効きますね、いろいろできますね。なるほど。しっかり振りをつけに行きたいんだったらロングで、もうロングに残しに行った方がいいですよね、はいはい。逆に引っ張っちゃってわざとあのへの字にしてもいいですしね、はいはい、あ、問題なしでしたね、うん、さあこれも嫌ですね、僕嫌いです。うん、これ大体みんな厚く残したがっちゃうんで、はい、厚く残すはサイドスクラッチしたくないわ、そう、うん、いうイメージなんですね。で、遠くて厚い球に残るのが僕のパターン、はい。僕はここはもう振りがついてもいいと思っていってるんで、はいはい、なるべく熱くしたくなかった、はいはいはい。そうすると次の球が手玉がね、うん、出しにくくなるんで。ああ、なんかあれですね、落ち着きを取り5対5で落ち着きを取り戻した風に見えるのも変な話ですけど僕この辺でテンパってくるんですけどね、足腰が弱まってくるのか体がフラフラになるんですけど。うん、いやでもテンパってます、テンパってます、はい、テンパってます。あ、でも5対5でのブレイクスクラッチは痛いに、痛いですねこれは、はい、これはノーインですね。2、4、6、いや9個、あ、ノーインか、はい、10個ありますね、はい。これだけ散ってノーインで、あ、でもこれ隠れたんで、これ散ってて見えてたらちょっと嫌ですね。うん、まあ4番が嫌ですけどね、はい、あ、4番のところをねしっかり3で、はい、いいところ出せればいいんですけどね、はいはいはい。さあこれはうすく見えてるのか、もしかしたらあるん
あるはないですよね。なんかありそうな感じで構えてますね。なんかそうですね。あ、あるっぽいですね。あ、なんかあるっぽいですね、この絞り方は。はい。これ僕も真似しますね。はい。栗林プロのモノマネの時はこれですよね。はい、そうですね。こういう球つくんですね、やっぱ。あー、あったんですね。はい、ありましたね。少し薄かったというか。これでだいぶ形がね、今ので、はいはい、9番が、ね、いなくなったので、だいぶちょっとは楽になりましたね。僕もこの時はあれですね、9番がいなくね、うん、ちょっとやっぱあそこの塊からなくなった分、はいはい、すごい楽に感じましたね。そうですね。でもまあ楽に感じてるんですけれども、もうとりあえずこの取り出しちょっと嫌ですね。これもそうですね、嫌ですけど、うん、まあでもしっかりつけば、はい、思いっきり引いてしまう方がまだ楽ですよね、うん、こういうのって。ああ、うまいですね。ただ4番がね、コンビ、まあ、あくまでもコンビですから、はい、コンビを取りたくないのか、はい、取った方がいいのか、単独で行った方がいいのかですよね。こういうね、コンビあるまでの残り、コンビまでの3球とかってすごい僕シュート率落ちるんですよ。うモチベーションが下がるというか、はいはい、ずっとコンビ嫌だなっていうのがこう頭の隅にあって、4と5もそんなに簡単につながる球じゃないですもんね。うん、通ってたとしても嫌でしょうね、この。まあ通ってないんでしょうね、これ4番は。どうするんでしょうか。コンビ行きます？行きそうですか？でもまあコンビはね、どう、まあその時の心境によりますよね。できることなら行きたくないですもんね。あの9番がいなければ単独取りに行くと思うんですけど。お、ミスキュー。あ、ミスキューしましたね。ミスキューですね。さあここで田中プロ、そういえば栗林プロ関東オープンエントリーですよね。はい、はい、明日から出発ですか。はい、そうです。頑張っても欲しいですね。はい、明日は頑張っていきます。この間ね、あの四国オープンで結構関東勢に、四国オープンでしたっけ。そうです ね関東勢に上位をやられ、ね、取られたんで。ベスト4に高橋プロが優勝で、準優勝がバリトン、バリトンで3位に高野っていうね。ねで西は森島さんが1位ですね、はい、九州の森島プロが。ぜひそのお返しを頑張って。東の一応公式なんですか。はい、そうですね。あ、なるほど、はい。このセーフティー、これ見えてるんですね。ちょっと見えてますね。これは4裏ですね。ですね、4裏でしっかり隠したかったんですけどね。うん、田中正明プロ、ここは僕はね、正直オープン戦とかで田中正明と当たって、はい、もうセーフティー合戦になるのがすごく嫌なんですよ。いやでもみんな嫌だと思ってるんですか。もう僕、まあ、これ今ね田中選手の月番ですけど、
僕の月番だとしたらこれあの2号のコンビバンクとか、うん、あのあわけのわからないことをしだすぐらい追い詰められるような気がするんですよね。まあでもあれですよ、まあ、プロの人たちと試合とかすると、はい、こういうセーフティーセーフティーセーフティーっていう流れって 多くなるんで、うん、はいはい、自然に苦しくなくなります、ね、あ、楽になりたいって思ってついちゃうんですよね、はい、あでもこれ見えていけそうな、そうですね、ギリギリ見えてます、はい、でもね、この加減で疲れて見えてた瞬間に僕は見えてたとしてもこの加減で疲れたことに対するちびりっていうのが、あ何を狙ってるんだこの人はとかいろいろ考えるとね、やっぱプロはねすごいですね。まあでも田中プロは加減の天才ですからね、そういう風に見えるかもしれないですよね。あのヘビににらまれるとカエルになってしまうっていう傾向が僕は、うん、2番はありそうですね。ありそうですね。ただ手玉が超人がこれ手玉手玉が読めなくなることってあります？手玉が読めなくなることはしょっちゅうあります、ありますね。はい、今のはもう完全にどこ行くか分かんないショットですよちょっと嫌なタイミングで聞きましたね。いやでもああいうのはもう思い切って行くべきなんじゃないですかね。ちょっと僕ねこういうのね分からない状態でつくのが多いんでコンプレックスなんですよね。実際分かりづらいでしょうね。どの厚みで当たってるかってやっぱ穴前だと、その穴前の球でまっすぐ引くことって難しいじゃないですか、はい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 、ね、穴に潜ってる球に対してまっすぐ引くっていう、はい、いうことってすごい難しいじゃない。それと一緒だと思います、はいはいはい、その厚みが曖昧になりやすいっていう。いやですね、でもこれそうですね、これチョンでついたら、うん、なんかサイドの方に行きそうな感じでもあるし、急に当てに行くと思いますよね、うん、あ助かりましたね、助かりましたね。ただまだ楽に、なかなかビリヤードの神様は楽にしてくれないですね。これ僕こう抜けたらこうなるっていうイメージもしてたので、はいはいはい、これは全然嫌じゃなかったですね。ああなるほど、予期してたら大丈夫、ね、はい、両方サイドもコーナーもいけたんで、はいはい、どっちかをチョイスすれば、はいはい、なんとかなりそうだったんで、まあもし急に当たったら最高ですけどね、はいはい、サイド行ってタンクッションですよね、これサイドだとしたら、うん、嫌なとこにまた2個いますもんね。引いても弾いてもちょっとスピード間違えてゆっくりつくと8に当たりそうとか、はいはいはい、なんかそんな感じですよね。当たるとスクラッチしちゃうんですよね、これが不思議なことに。で、ゆっくりつきすぎて押すとスクラッチ、直接スクラッチしちゃう、はい、あ、うまい、完璧でしたね。これはもう、そのイメージ通りですね、はい、結構このマス注文のついたやらしい球が多いですね。そうですね、やっぱそのテンボルらしい配置になってるんでしょうね、はいはい、
ちょっとこれは強かったんですか、はい、全然強いですね、はい、いや基本ラインを間違えてますね、はい、はい、もうちょっとこうひねり少なめ、そうですね、はい、もうちょっとこう立たせるような感じですかね、でもナイスリカバリーで、これラッキーですかね、まあ、しっかり逆振りがついてるんでラッキーだったっ、はいはい、ああなるほど、あそういうラッキーなんですね、はい、しょっちゅうですよそんなのそうなんですよね、僕も昔はそういうふうに思ってたんですけどね、うん、最近はちょっと逆振っただけでネクストが出るときとかすごいラッキーしてると思いますね、あなるほど、昔は違ったんですけどね、ラッキーないと取りきれないじゃないですかっていう感じなんですけど、うん、さあこれでもまあテンボールは最近よく草野プロとかでよく言ってるんですけど、はい、配置の恵まれる運勢がありますよね、ブレイク打った後入っても配置のいい悪いっていうのが必ず差がありますよね、はいはいはい、この間ね千葉の国体行った時に山本プロと富山出身なんでね、ちょっとお話しさせていただいてたんですけども、はい、テンボールをやりなさいと、はい、どうやったら上手くなれますかねっていう、まあ、僕誰にでも聞くんですけど、はい、質問してたらテンボールをやりなさいと、うん、うん、確かに昔の富山でもテンボールが主流だった、最近栗林プロがねよくテンボールやってますけどね、はい、うん、なんかみんないろいろ考えてますよね、イレブンボールとかもありますしね、あれ面白かったです、面白いですね見てて、トゥエルブボールとか、はいはい、サーディンボールまで作れるんじゃないですかね、ああなるほど、あこれブレイクスクラッチで田中プロ、さあこれは7番ですよね問題は、うん、やらしいですね、あれ左下にあるのは6番ですよね、6番ですね、あ10番じゃないですかあれ、いやあ左下か、はい左下です、これね僕ここでうまいなと思ったんですこの球が、はい、あここで切り返して7に当てるんだと思ったんです、はい、で万が一反対側に当たったとしても、うん、10がいるんで10が動きますよね、はいはい、で5がサイドのカットなんで、はいはい、って思ってたんですよね、でここでもまだイメージが悪かったみたいでここで行かないで、はい、ここで弱い目出しとけば後ろから10も7も当てれる、はいはいはい、っていうところまで考えてのちょっと前出しだったらしいです、ね、だから僕これ田中プロがついてる時に草野プロと横で、うん、すごいなって言ってたんですよ、なるほど、僕ら試合の時でも勝ち負けはものすごいこだわってるんですけど、はい、球の内容とかものすごい見てるんで、はいはいはい、その時に田中プロが考えていることっていうのがすごいなとここで思いましたね、そうですね、それはすごいですね、すごい 2way ですよね、そうですねものすごい壮大な 2way ですね、このね、はい、こういう風に立たせればいいって思って7に当てれる振りも作れるところまで読んでる、あそこまでしてね、うーん、これは本当に僕は見ててすごいなと思いました、だから要は3回チャレンジできるポジションを取ってるわけですよね、はいはい、これは正直すごいなって本当に僕もそこまで考えれないですから、ね、これはすごいマニアックですね、本当にすごかったです、ちゃんとそこに目がいってるんですよね、うん、結構こうやって一緒ずっとこう僕田中プロの球とか見てると相当勉強になります。すごいこの今のはね、私思い出しました、これも見てて、本当にそんなこと考えるのって思ったの
いや基本草野プロもね、あの今横で映ってますけど、はい、自分の試合あんまり見てないんですよね、はい、横の試合ばっかり見てるんだよね、はい、まあ多分緊張をほぐしてるだけだと思うんですけど、この時ね、横は北谷秀さんと草野さんの準決勝ですよね、はい、うん、ちゃんとあそこまで読めてますからね、はい、あそまたあの力加減であそこに当たるって読めてるのがすごいですね。そうですね、今もうついた瞬間に回り込んでますからね、さああとはもうただ重たいんでね、おお、多分今のは結構見るんですよね、多分今みたいな出し方よく見るんですよね、はいはいはい、僕もう本当びっくりしてドキドキしてますからね、はい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 、今のでもまあ嫌ですよね、このここのテーブル思いっきり引けって言われても、そうですね結構すごい重たいですからね、まあこれも僕嫌でしたけどね、嫌ですねこれ、どうするんでしょう、下も上も取れないですしね、はい、しっかり切り返しに、さっき切り返しに行こうと思ったんですよ、薄くてもいいから、はいはいはい、切り返してロングで取ろうと思ったんですけど、はい、自信がなくて、うん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 、あまりにもこう準備ができてなかったんで、はいはい、そうですね、あの球で、まあ、回ってくるとはちょっと思わないですよね、うん、あれだけうまさ全開だったんで ね、 そうですね、ビリヤード難しいですよね、まあ、これクッションタッチ気味な感じですね、はいはいはい、これは順下ヌーンですか、ヌーンですねこれはしっかり順下をヌンとつけばここに入ると信じていく、うん、ナイスですね、あれで限界じゃないですか、ね、はい、本当にすごいいい力加減でつけて、本当サイドスクラッチできないかできるかぐらいの感じでしょうね、はい、マックスがサイドスクラッチだったらまたちょっと嫌ですね、そうですねそうそうです、そうです、はい、今の相当ナイスでしたね、これで上がりですね、そうですね、はい、だやっぱりリーチ上げられてるっていうのも多少あったんですかね、うん、かもしれないですね、うん、はいはい、8対6、確認してますね最後、はい、なかなか見応えのあるゲームでした、はい、以上、ベスト4西日本グランプリ第4戦、はい、リボルバーの、田中プロ VS 栗林の試合をお送りしました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ごめんなさい、8対5ですね、失礼しました、あ、8対5ですね、はい、栗林超人の、はい、今日はリクエストコーナーですね、鬼聞けのコーナーですが、はい、マイクです、マイクです、聞こえますか、今日ね栗林プロ来てるのがね見えますか、最新ジャストドゥイットの、はい、見えますか、このシャツかっこいいですね、かっこいいですね、後ろにサインも、はい、入ってます、はい、2、3日前に届いたやつですね、見えますか、聞こえます、 OK ですね、はい、これはあのジャストドゥイットのユニフォームです、はい、はい、
しばらくあのフリースタイルの時はこれでテロテロですけどね、出ます。はい、かっこいいですね、ほんと。さあ、さあ、藤ちゃん、リクエストはさっき、先ほどなんかチャットで、うん、あのノーマルシャフトをハイテクシャフトに変えた方で、はいはい、どうしても癖が治りませんっていうのがあったんですけど、はい、その癖を利用してみてください。そのハイテクシャフトと自分の癖っていうのを利用して覚えてみるのも一つの手ですね。僕は実際利用して覚えてるんで、自分の癖と球を利用してますから、そうやって練習してみた方がいいですね。結構逆に考えてみて、癖がダメだって思い込みじゃなくてっていうことですか。そうですね、例えば、はい、まあ極端な話、ね、草野プロも僕よりもハイテクシャフト使ってるけど、フィニッシュがね、こう左で合わせてフィニッシュがこうなりますからね。これでもあのボールはね、ちゃんと草野プロはまっすぐだと思ってついてても、自分の癖を利用してるんでこうやってつける。だから癖を利用するっていうのも一つの手ですね。はいはい、ノーマルシャフトだから癖が出てるんじゃなくて、それはもともと棒球を使うとそういう癖が出るってことですから、その癖を利用してやってみるという。はい、僕ビリヤード歴ね16年なんですけど、15年間ノーマルでついて、ここ1年ぐらい入ってこないですね。すごくその悩みはよくわかりますね。はい、うん、今チャットの質問入って、藤井ちゃんが読んでくれないんで僕読みます。はい、テイクバック、最後テイクバックで何か意識していることはありますか、はい、という質問が。そうですね、テイクバックで意識していることは、そうですね、意識していること、テイクバック、しっかりタイミングだけですかね。タイミングをその球を後ろに引くスピードを常にどの球に対しても一緒ですかね。ああそうですね、常にどの球に対しても同じスピードで球を引いて同じように球を出す、要はどんなひねりをしよう使おうが、どんだけ弱いショットをしようが、全部一緒ですかね。全部同じように引いてますね。引く量とかは一緒なん、は違うんですか。いや、それも要はこだわりを持たず、はい、同じように引くっていうイメージ。はいはい、だからあまりこうテイクバックをちっちゃくとか意識をしない。はい、常にそのちっちゃい人が普通だ、その人によってはちっちゃい人も普通で、大きい人も自分にとっては普通なんで、うん、それを一定にする、はい、ことだけ考えてます。常に一定ですね。これが乱れた時にちょっとイメージが悪くなりますね。あ、なるほど。例えばこういう球をこうやってついたらイメージが悪いですね、はいはいはい、なんかわかるような。だからテイクバックをするときは必ず同じようにタイミングで引く、はい、同じようなスピードで引いて出す、引いて出すっていう、これの繰り返しですね。はいはい、こう合わせて引いて強く引くとか、はい、じゃあ強くついたとしてもゆっくり下げる。そうですね、だから弾き球をしたいとかっていうときもやってみますけど、はい、構えてゆっくり引いてっていう感じですね。で、殺し球をしたい時もゆっくり引いてゆっくり出すみたいな感じですね。なるほど。ひねりマキシマムも全部一緒ですね。右ついてゆっくり引いていっぱいひねるみたいな、はい、はい、なるほど。今ちょうど力加減のコツを教えてくださいっていう質問があるんですが、はい、あ、力加減のコツを教えてくださいと。
一緒のことですね、なんかつながりそうですね。力加減も、力加減は要はこの出すスピードなんで、その出すスピード、はい、あと僕はその出すスピードの強弱、この捉える時の、はい、この強弱ですね、ここ、はい、ここの強弱、ここが速ければ速くなるし、はい、ここがゆっくりだったらゆっくりになる、はい、でもその時でもテイクバックは変わらず、あとは同点で加減します、はい、例えば同じ強さでボールの要は中心っていうのが、うん、要は一番重たいわけですよね、はい、端っこついたら軽いわけですよね、はい、ってことは今度下ついたら要は途中バックスピンがかかって途中で前回転になるんで、はい、一番弱くなるのは下ですよね、同じ急スピードでついたら、うん、はいはいはい、ね、で今下ついたんですけど、うん、次上ついたら同じ急スピードでついたらこれぐらいですね、はいはいはい、でも同じ急スピードでまた真ん中ついたらこれぐらいになっちゃうんですよね、はいはいはい、なるほど、要は今転がってきている、テレビに映っている転がってる量が変わる、はい、要は上下真ん中で、いや同じ真ん中の動きをさせても転がすショットで、はい、それで強弱をしたりしますね、上でカットしたり、はい、真ん中で同じようにカットしたり、そうするだけで転がる量が変わります。あ、今度は下目でカットしたり同じようにこう作る、はい、そうすると加減がその同じ同点でもその真ん中の同点でも高さだけで加減ができるっていうことね、はい、あとはもうそれだけです、はい、あの同点と自分の急スピードの要は関係ですね、はい、バンキングするときとかも僕そうですね、バンキングするときも転がるテーブルだったら、はい、ここついたりします。あ、なるほど。でも転がらないテーブルだったらここつきます、真ん中、ここを同じスピードでつくのとここを同じスピードでつくのでは強さが全然変わってくるんで、はいはいはい、なるほど、こういう風に加減してますね。ああ、それバンキング本当ね、じゃんけんに変えてくれないかなって僕常々思ってたんですけどそれはいいですね。いや、これはでも同点で加減をするっていうのは、はい、すごくいいことなんで覚えておいてください。結構そういう風な加減って多いですね、はいはい、引き玉でも同じ急スピードで下の方を同じようにこうやってつくのと、はい、芯付近の気持ちちょっと上ですね、芯に寄ったとこで同じ急スピードで引くと、はい、明らかに芯付近に寄った方がショットが強くなるんですね。そうやって加減を覚えていってもらえるといいと思います。では加減の仕方でもひねり加減とか同点、ひねり加減っていうのは要は同点っていう意味なんで、ひねりをいっぱい入れれば転がるわけですね、はい、ひねりをいっぱい入れれば転がるって思うわけですね、はい、じゃあそれって同点っていうことですよね。だから同点で加減してるのと一緒なんですよね、はい、ひねり加減じゃなくて同点のチョイスなんで、これだけで加減が変わるわけですよね。うん、同じ右でも右マキシマムとハンタップ、ワンタップ、ワンタップ半、はい、これだけで加減が変わるってことですね、うん、で右をつけばつくほど端っこになるんで、はい、重心が逃げやすいです。だからショットが弱くなりやすい、うん、ただひねりが入ってるから走ってくる、はい、ただひねりをじゃあマキシマムよりじゃあワンタップ中に入れました、はい、そうだったら同じ急スピードでついたら強くなります、はい、だから同じ急スピード同じ加減でついても、うん、ひねりは入ってないですけどショットスピードが上がってしまうんで、はいはいはい、
強くなっているように感じちゃいますよね、はい、だから同点の加減っていうのをしっかり覚えて練習してみるのも一つの加減方法ですね。じゃあラストの質問はいありますでしょうか。ちょっとその前にあのユニフォームをちょっとよく見てみたいという。2回目でユニフォーム行ってきましょうか。はい、前がこんな感じです。ここにジャストドゥイット入ってます。で後ろ背中がここに僕の名前ですね。名前が入ってます。で肩です。背中ですね。背中がはいジャストドゥイット。はい、こんな感じ。いいですね。はい、こういう感じですね。でメッシュ生地なんでですね、はい、涼しいですよね。すごい涼しいですし、うん、あのスポーツっぽく見えますよね、はい、これ白番と黒番あるんですよね。はい、あるんですよね。はい、プロスタッフ用。はい、じゃあこれは非売品ですね。また、はいはい、これ確かオーダーですよね。全部フルオーダーなんですよね。一着一着だからこれはねレアですよ。さあラストの、ラスト、はい、玉に3個分。ちょっとごめんなさい、僕から見えないんで。はい、はい、ですね、玉を2、3個分引きたいときは、はい、胴点を下げて、はい、弱い加減ですね。胴点を下げて、はいはい、はい、いけるか、はい、要は引き玉のマキシマムの胴点で加減をするってことですね。か、はい、要はこういう感じですね。そうですね、ね、それか、それと、まあ、中輪、はい、で強めにショットをして引くか、はい、どっちが使えますか。こういう感じですか。そうですね、はい、どっちを使うのがいいんですかっていう質問です、はい、両方使います。両方使う。これは、はい、あのどっちかに絞っちゃいけません。あのコンディションによって、はい、どっちが楽かっていう手段が要は2種類持ってる方が得なわけですよね、はい、でその時のそのコンディション、うん、打者のその新しいのか古いのかっていうのと、あと湿度があるないっていうので、うん、やりやすさが変わるんですよ、うん、だから例えば、まあ、このボールの距離とかもこの距離、的球と手球の距離ですね、この距離、はい、だけでもちょっと違います。例えば僕だったら離れてるテーブル、まあ、ちょっとここだったらちょっとだけ引きづらい、はい、引きづらいくてこれぐらいの距離だったら引き球マキシマムの同点でこうやって引きます、うん、けどこれが例えばこの距離だったらこの距離、これぐらいの距離だったら同点をチョイスしてこうやって、ただ打者が新しいと今のだと引きすぎるんで、逆にこういう球を今のだ強くついてしまうと引けてくる可能性がある場合は僕はこうやって突くときがあります。はい、要はその2つの種類をそのショットスピードと照らし合わせて自分の精神状態に合わせて使い分けるということですね。だから両方ちゃんとあのしっかりコントロールできるようにしといた方が、はい、バリエーション、まあ、武器ですね。ちょっと振りのあるときはそれで球の質がだいぶ違ってきますもんね。はい、変わりますね、はい、だからそのバリエーションを2つ持っとけばいろんなこうボールのかわし方ができるっていう。まあ、今のがどういう理由かというと、じゃあこうありますよね。こういうふうにありますよね、はい、でちょっと前出したら当たりますっていう時、はい、ちょっと前出したら当たりますっていう、まあ、こういう形ですね。
はい、で、ネクストがネクストがここにある場合は、はい、引き玉の同点で加減をした方がこっちで死にやすいですよね。死にやすいですよね。じゃあ同じ延長、こういう延長で出すときに同じことをしてしまうと強く突かなきゃいけない、ので引けちゃいますよね。引けちゃうんで、例えばこっちのポジション、同じ球でこっちのポジションの場合は同点をちょっと引き玉よりもちょっと同点を上げてついた方が、はい、なるほど、ショットスピードが上がってパワーが強くなるんで、はい、同じラインでもこっちに行きますよね、はい、じゃあこの同じ玉で引き玉マキシマムの同点で加減するとこっちまでは行けませんよね、はい、要はこの2つを使い分けれないといろんなアクションを起こせないってことなんで、はいはい、両方のバリエーションをしっかりできるようにしておいた方がいいです。で、できにくいコンディションとやりにくいコンディション、やりやすいコンディションっていうのが必ずあるんで、それは人それぞれ違うんで、はい、しっかり自分で見極めて使い分けることですかね。はいはい、だから僕は両方も両方します、はい。どっちがいいっていうことはないですね。ないですね。どっちがいいというか、まあ。そのテーブルに合ったショットが一番いいですね。どっちも大事っていう、ね、どっちも大事です、はい、だから両方しっかり、加減と同点でショットスピードをしっかりコントロールできればいろいろアクションを起こせます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう間もなくエンディングなんですけど、最後このポロシャツ売ってるんですかっていう質問とか、はい、いくらですかっていう質問があったので、はい、いくらですかっていうのはまあまあ高いです。オーダーなんでかなり高いです。で、一般発売は現在のところは予定してないので、はい、はい、これね、そうですね、はい、ちょっとね値段聞いたらみんなびっくりすると思うんで、試合会場でね栗林プロ見たときにかっこいいですね。かっこいいですね。完全にもうなんていうんですか、素材の選定形から全部オーダーで作ってますんで、はい、この素晴らしいオートクチュールってやつですね。はい。はい、なのでまだね一般発売はこれから試合はこれで、はい、出ます。じゃあ栗林プロありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、栗林商人ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、なんか今チャットの方で、はい、すごく説明が分かりやすいと、はい、ありがとうございます、はい、コメントをいただきまして、はいはい、頭が良さそうだと。ありがとうございます。あ、すいません。いや、僕は決して頭は良くないです。でもやっぱいろいろね。いや、でもそのね、いろんなプロの方々の知識をもらって、うん、はい、で自分で考えて自分の知識を照らし合わせて、うん、まあ、言葉を見つけて喋ってるんで、うん、まあ、僕のアドリブみたいな、うん、だそれがうまく伝わらない方もいらっしゃると思いますし、うん、その伝わる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、伝わらない言葉がその分かんないなーっていう時は、うん、こんな感じかなっていうイメージだけしてもらえると、はい、見つかる可能性があるんで、うん、ちょっといろいろ試みて、はい、チャレンジしてみてください。そして、はい、分かる方はしっかり使い分けて、うん、コントロールしてやってた方が、はい、これからの確率が、うん、ビリヤードのレベルが上がっていくと思うんで、はい、うん、しっかり、まあ、僕も今もっと細かく、より細かくコントロールできるように練習中なんで、はい、一緒に頑張りましょう。はい、はい。はい、今週末栗林プロは関東オープン、ね、はい、はい、そうですね、東京の方に行きます、はいはいはい、ぜひぜひ、はい、優勝、はい、頑張ります、はい、
で来週もね、はい、あの東海ですね、はい、東海ありますので、はい、はい、頑張りましょう、頑張りましょう、はい、はい、来週の放送予定ですが、はい、来週も盛りだくさんの企画でお送りいたします、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。